俺の名前はジョン、37歳会社員だ。今日は俺の一日を教えてほしいって言われたため、こうやって撮影している。なーに、そんな大した日々を送っているわけではない。いつも同じような日々の繰り返しで退屈なくらいだ。俺の一日は朝の6時30分に起きるところからスタートする。それからまずは歯を磨いて顔を洗ったり、服を着替えたりして身支度を整え、朝食を済ませる。うん、このピザうまい。朝からピザとか豪華だなって。これは昨日の夜ピザを注文して食べきれなかった余り物さ。新聞に一通り目を通した後、7時30分に家を後にする。うー、今日も一段と寒いな。通勤手段は車、20分ほど運転し、8時頃までには会社に着く。おはようございます。おはよう。今日は一段と寒いな。ですね。明後日の会議に使う資料、今日中に作っておいてほしい。わかりました。席に着いてからは12時頃までパソコンで作業をする。基本的にデスクワークなんだ。あ、もう12時か。そろそろ昼食を取ろう。お昼休憩は1時間ほど。12時から13時頃まで基本的に自由って感じだ。本当に忙しい日は近くのコンビニで適当に何か買ってすぐに済ませることもあるけど、だいたいこのお店で同僚とたわいのない会話をしながら昼食を済ませることが多い。最近フォートナイトっていうゲームにハマってさ、帰宅してからやるのが楽しみで日課になっているんだよね。へえ。それから13時から17時頃までまた仕事に打ち込み、車で帰宅する。うちの会社は残業がほとんどなく、だいたいこれくらいの時間に帰ることができるんだ。月に5回ほど同僚たちと飲みに行くこともあるけど、今日はスムーズに帰宅することができた。帰宅してからはお風呂に入ってご飯を食べ、テレビを見てって感じで、23時頃には就寝する。俺の一日はざっとこんな感じだ。みんなはどんな日々を送っているのかな？